広川さんです。はいはいはい、どうもこんにちは。はい、東京プロまで残り7週間、はい、7週ですね、もうなってきてますが、はい、現在の、まあ、調子、はいはい、コンディションであったりとか東京プロ本番に向けていかがでしょうか。はい、まあいいんじゃないですか。はい、全然、まあ、今からゲストポーズもするわけですし、はい、うん、全然まあ悪くないと思いますけど、うん、順調で、順調だと思いますよ。他の選手の動向とかってやっぱ気になったりするんですか。いや全然ならないですね。はい、なんかインスタグラム見たりとか見ますけどね、ふーんって感じですね。はい、特に何も気にならないです。自分の 100% に向けて。そうです、もう自分だけなんでね、うん、はい、敵はね、はい、うん、気になる選手も特にいないです、はい、東京プロだからといって、まあ、なんか特別なことをしたいとかっていうわけではなくて。ないですないです、全然ないです。もう今まで通り、はい、で仕上がった時に前回より良ければいいかなっていう、はい、感じですね。わかりました。うん、11月プロカード取った時の、はい、広川さんにさらにインプルーブした広川さん。インプルーブ、そうですね、できてるかなが見れて分からへんけど、はい、優勝する、ところが、そうですね、見てみたいですね。はい、ぜひ皆さんご期待ください。はい、広川さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。8月末のまで向けてのコンディションはどんな感じですか。コンディションまあ6割ぐらい。6割ぐらいです現状。なんか岩さんとか、なんか、はい、他の選手のインスタグラムとかって結構見たりするんですか。コンディション気になって上がってきたら 見ますよ。まあまあ日本人確かに並びが久々なんで、そういった意味ではまあちょっと気になりますけど、まあまあ自分のコンディションベストに持っていくことがファーストなんで、うんうんうん、そこを一番優先というか、まあいいねつける楽しみ程度に見てます。なるほど、ありがとうございます。はい、おととしの東京プロ、はいはい、の時から、まあ、インプルーブした岩瀬さんがまた見れたらなというところですけれども、そうですね、はい、僕もそう待ってほしいです。8月に向けてなんか今回意識されているなんかコンディション調整とか食事だったりとか、なんか特別に意識していることとかってあるんですか。特にこれを意識っていうのはまあないんですけど、まあ、割としっかりタンパク質を食べるようにしてるっていうベッターな。やっぱりなんかなんていうんですか、はい、削ろう削ろうとしてちょっと食事を抑えたりとかっていうことがやっぱり僕は多いんで、そうならないように頑張ってるっていう感じですかね。わ、うんうん、かりました、はい、ありがとうございます。2年ぶりの岩さんのステージ、はい、めちゃめちゃ楽しみにしております。まあ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 、期待しててください。はい、はい、ありがとうございます。岩さんでした。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。食べ過ぎじゃないですか。どうですか。あ、すごい、さすが。さすが岩佐君って広川さん。こういうレベルの体を見ると、ね、楽しいですよね。ワクワク。頑張って。見てる。ありがとうございます。今日は席を立たないで、この場に座って、このアイリーグプロのゲストポーズを楽しんでください。
りどうですか。仕上がりもうこの調子で8月29日は優勝します。全然今日でも上がれますよ。冗談です。今日が大会ですね。今日勝ちます。今日勝つ自信もありますし、このまま29まで毎日勝つ自信を持ってるんで、いつでも。いやー、金金さんらしいコメントですね。まあ、絞れるのが他人よりちょっと早いっていうのもあるんですけど、まあ、そう言って自信つける方法もある。でも、竹本さん結構します。結構、まあ、写真で見る限り、はいはいはい、結構早めに早めっていう選手も、いつもの傾向より早めに絞ってる選手は見かけますけど、楽しみです。やっとなんか、良好なコンディションで、バランスで戦えたらと思ってるんで、当日がものすごい楽しみです。楽しみです。もともとここあったんですけどね、会場。そうですね、そうですね。めちゃくちゃホームだと思ったんですけど。確かに確かに。ただあの会場はこれよりもまあもっと豪華 になるので、はい、どう考えても豪華で客数も入りますよね。そうですね。はい、埋めたいですね。埋めたいですね。はい、埋まりますね。埋まります。はい、なので、多くのお客さんの前で。金木さんの優勝が見える。そうですね。もう保証します。ありがとうございます。ものすごい期待しました。ありがとうございます。金木さんでした。ありがとうございます。皆様、8月28日、8月29日、こちらフィットネスワールドエキスポが開催いたします。現在ですね、出展企業さんも大募集しておりますので、もし皆さん、フィットネスに関心のある方々に、プロモーションしたい、商品をプロモーションしたい、サービスを見ていただきたい、そういった企業様があればぜひフィットネスワールド公式ホームページよりお問い合わせいただけたらと思います。よろしくお願いします。そして私がいつも使っておりますこのマイクなんですけれども、よければですねここに企業様の、ネームを、ブランドを、入れさせていただいて、ぜひ私の方で宣伝等もさせていただきたいと思ってますので、もしご興味があれば FWJ 公式ホームページまでお問い合わせください。よろしくお願いします。